バイロケーションとは、超常現象の一つで、同一の人間が同時に複数の場所で目撃される現象、またはその現象を自ら発現させる能力を指す。一心二箇所存在と表現されることもある。体外離脱の一つともみなされており、遠隔透視の際に意識が体を離れ、透視対象の傍らにあるように感じられる現象の表現でもある。本体から分離した分身は、本人とみなされることも多いが、分身の行動はどこかぎこちなく、周囲からの声にも反応しないことが特徴とも言う。ピタゴラス、ティアナのアポロニウス、ダイ・アントニオス、ピオ神父、フランスの教師、エミリー・サジェなどが、バイロケーションの例として報告されている。預言者として伝えられるノストラダムスも、バイロケーションによって分離させた第二の体を別の時間や空間へ飛ばすことで預言を行っていたという説もある。ただし、こうした例は単なる噂かまた聞きに過ぎず、信用できないと主張する懐疑論者も存在しており、疑似科学とみなされることもある。バイロケーションは、ドッペルゲンガーと似ており、両者がほぼ同じ意味で用いられることもあるが、ドッペルゲンガーの方は、本人の意思に関係なく、生じる場合を含むのに対し、バイロケーションは、自分の意思で他の場所に姿を現すという意味合いが強い。またバイロケーションの事例では短時間の間に到底移動不可能な距離の場所で目撃されたという段が多いためテレポーテーションとの判断が難しい事例も多い。ありがとうございます。